はい、皆さんこんばんは、三平でございます。はい、大相撲令和5年名古屋場所12日目終え、終盤戦を迎えました。いや、やはり三関脇がね、まさかの全員黒星となってしまいましたね。うわ、若元春やっちゃいましたね、本当に。4敗目ですからね。12勝には届かなくなりましたけどもね。今場所の大関昇進は厳しくなったという段階になりましたね。まあ仕方ないですけどね。まあ相撲内容もね、自分も良くなかったということで、まあ本人も多分反省してるんだろうと思います。まあ、大栄翔関もね、今日、まあ、今回も大栄翔戦で敗れ、4敗目を喫して、まあ、大関昇進、あんま後がなくなったということで、13日目からあと3日、頑張ってもらいたいですね。はい。豊昇龍関もちょっと北勝富士に敗れて、3敗目を、接しましたね。はい。まあ要はですね、豊昇龍関はまだあと一歩ありますが、まあもう負けてられない一番となりましたね。後がなくなったということでね。はい。豊昇龍関もまあ12勝まであと3勝ということで、残り3日間負けてらんない一番になりました。はい。史上初の三関脇同時大関昇進っていうのは今場所厳しいかと思いますね。はい。現段階では厳しいかなと思います。はい。まあ大関昇進するかしないかはね、まあ日本相撲協会の審判部がね、まあ番付編成会議で決めることなんでね、まあ我々としてはまあわかんないんですけどね、まあ我々としては厳しいか、まあ成績的には厳しいかなと思います。はい。まああとはね、審判部さんが判断してくれるということなので、まあ結果を祈りましょう。いや、錦木と北勝富士が並んで10勝2敗と好調になりました。錦木もですね、自己最高位で東前頭筆頭ですからね。はい。まあすでに勝ち越してますから、来場所は新三役確定ということで、まあ期待も高まってますけど、ということで、まあ、今場所の優勝予想を言いたいと思います。今場所、優勝予想は、ズバリ、錦木を予想します。まあ、錦木関もね、まあ、先日、LINE ニュースでもご覧になった方もいると思いますが、錦木が横綱相撲との、まあ、高評価を、八角理事長も高評価を しておりますけども、なので、まあ、私、三平は錦木を今場所優勝予想としたいと思います。もし外したらごめんなさい。北勝富士関もですね、まあ、師匠が今年還暦になったということでね、まあ本人も多分そのお祝いを兼ねて頑張ってると思いますけどね。はい。まあ優勝どちらでも、まあどちらを優勝してもおかしくないんじゃないかなと思いますね。私としては、まあさっきも言いました通り、錦木を予想して
まあ、第2の予想は北勝富士ということになります。まあ、私の予想ですけどね、はい、第1の予想錦木関、第2の予想が北勝富士関を予想したいと思います。この2人をに期待をしましょう。まあ、優勝決定戦が仮に見れたとしたら実現できるかどうか、この2人による優勝決定戦が実現できるかどうかは、まあ現時点ではまあ分かりませんけどもね。まあこの2人はおそらく千秋楽の取り組みになるんじゃないかなと思いますね。はい、まあ、まさに大一番となりますね。はい、まあそんな感じで今回はですね、まあ令和5年の名古屋場所三関脇同時、まあの12日目の結果、終盤戦の結果と、まあ、優勝予想を発表いたしましたけども、皆さんは現段階では誰を予想されますか？ありましたら下のコメント欄でお願いします。ではこれにて動画は失礼します。はい、三平でございました。はい、ありがとうございました。失礼します。